急病院石川県立中央病院は石川県金沢市倉月東にある医療機関石川県が運営する病院である石川県災害拠点病院に指定されており救命救急センターを併設しているまた石川県の三次救急医療機関でもあるエレベーターは三菱と東芝エスカレーターは東芝製石川県立中央病院は 現在地に移転してから30年以上が経過し、老朽化が進行している。また、これまでに増築や改築を行っているものの高度医療施設が導入できる部分も不足しているのが実情であった。石川県知事の谷本正則は2010年2月3日の石川県議会で2010年度に中央病院の建て替え事業に着手すると表明。 これは谷本が2010年の知事選挙で公約を掲げており、同年3月14日の選挙で当選後2011年秋を目途に基本構想を固める方針となった。立て会表明後、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震で津波による甚大な被害が出たことを考慮し、新病院では津波の被害を防ぐために 公用車駐車場以外の診療用地階を設置せず、診療に供する部分は地上のみの12階建てとする基本構想を2011年にまとめた。なお、新建屋におけるこの地階公用車駐車場は地下に設けた建屋全体の免震機構の余剰空間が当てがわれている。診療と並行して新建屋を建設するために旧建屋北側に隣接する。 職員駐車場の敷地を新建屋敷地として建て替えられ、2017年末に完工した。同年末から2018年にかけての年末、年始休暇をあてがい、既存入院患者の新病棟移行や、大型医療機器などの移設などを行い、2018年1月9日より、新建屋での外来受診を再開した。旧建屋については、その全敷地を駐車場として、 再整備すべく、2018年8月現在、解体工事が進められている。ありがとうございます。